はい、ええー、皆さんこんにちは。しゅうです。えー、今回は図形問題を解いていきたいなと思います。レベルとしては、算数オリンピックぐらいのレベルとなっております。はじめなんですけど、こういった図形の時にアートイ、e、ーの角度を求めなさいって言われた時に。どうやって解くかというところなんですが、一つ目に等辺三角形が考えられること。を中心にやっていけば、えー、この問題解けると思います。えー、例えば、七センチと二センチなので、七雑二は九センチなりますね。 また、合を足すには7になりますね。これをイメージして図形を具現化していけば出てきます。どういうことかというと、まあ長方形を描きます。はい、横が9センチです。縦が7センチです。この時に当てはまるようにちょっとピースを作っていきます。どういうことかというと、この9センチ5センチをこんな感じで 作りますねまたここの2センチが余ってるので2センチのところではい7センチの図形が作れますね。またここは9センチの2センチが余ってるってことはこの図形が当てはまる2センチを当てはめます。ちょっとずれてるけどこんな感じでなりますね。 また、えー、ここと黒白と黒足したら90度。ってことは、えー、ここも白と黒なので白と黒足したら90度全体180度でここは直角になります。はい、またここの長さとここの長さが一緒なので直角二等辺三角形、えー、直角二等辺三角形って言えば、はい、ここが45度。 また、はい、ここが四十五度になります。今回の問題としたら、ここのところとここのところ、ここがアーになりますね。ここがイ、e、になります。なので、百八十度から四十五度を引けば、アーとイ、e、の答え、合計の和のところが出てきます。答えは百三十五度です。ここの難しいところといえば。 まあ、単品で出てて図形を自分で組み合わせないといけないパズルのようにやっていかないといけないっていうところが難しいですし他にも解答としてはこれを2倍にしてもやっても楽しいと思います2倍にして、えー、っとこれがこれとこれこの2倍したやつをこれにやっても求まります、えー、このようにパズル形式のように組み合わせて、えー、解いていくっていうのは頭の体操になりますしこういった発想が出てくると、えー、算数のより深く面白くなっていくと思います 今回の問題が面白いためになりましたと思いましたら高評価グッドボタンよろしくお願いいたします。そそれれででではは次の授業でそれではまた